日本放送です。ナイツザラディオショー。時刻はお昼の1時を回りました。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザラディオショー、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なっちゃんも今週はいろいろあったみたいな、なんか話題になってました。天心半太郎さんが、安藤なつさんのガチ恋勢じゃないかみたいなね、なんかニュースになってましたよ、ね、っていうふうになんかまあ聞いてはいたんですよ、川島さんから、キリンの川島さんか ら。でもご本人から別にアプローチを受けてるわけでもないですし、なんならあの米田2世の愛ちゃんとかも好きとか、そうなの天心向井さん、半太郎さん、半太郎さんも、あと南海キャンディーズのしずちゃんさんも好きみたいなって言ってたんで、だから別にガチ恋とかじゃないんじゃないですか、多分タイプっていう感じ。推しだね。推しですよ、ね、もともとそうでね、アイドルとかをなんかアニメとかね好きですもんね。好きですもんね。そのくくりなの、うちは。さんはやばくない？ちょっと待って。ジャンルが違いすぎる。アイドルとしても応援してる。アイドルとして見てる。アイドルとして応援してる。あ、半太郎さんが、うん、あ、そうだったんですね。これはね。いや、もう定かじゃないんで、自分も。なんか、本気なのか。本人に言われたわけじゃないから。あ、言われてない。そっか、本人に言われたわけじゃないんだ。あ、言われてない。テレビでそういうふうに、みゆきちゃんと話をしたのがニュースになったんだ。はい、そうです、そうです。その、川島さんの寝言って、あの、ラジオ。ラジオ、あるある。で、なんか言ってたみたい。で、聞いて、あ、そうなんだ、みたいな。向こうからは結構、じゃあ、はい、その、電波を通して、好きです、みたいなことを言ってるってことだよね。そうなんですかね。それって、やっぱりちょっと意識しちゃう、次会うときとか。いや、意識っていうか、いや、どういう感覚なのかが分かんないというか。見に来てるかもしんないね、こっそりもう。え？ライブとか。ライブ？なっちゃんのなんかこう。ついてきてるってことですか？イベントとかに。怖っ。推しだからね。あ、推しだからか。そうか、ファンだから、ね。あ、そっか、ごめんなさい。違う、なんか、やってたけど。いや、同業だから、だったら別に普通にご飯行きましょうよでいいじゃないですか。あれやってた。行ったことあんの？飯行ったこと。ペンライトみたいな。ペンライト？自分のペンライト？紫の。推しの。紫。推し活。推し活してんのかな？いや、わかんないです。直接会ったことは？あ、もちろんあります。あの、川島さんとかとタコパしたりするんで。その時に。あ、一緒にタコパもしたんだ。はい、家に来てます。家来てんだ。はい。でも家あげちゃってんじゃん。はい。やばい、家の場所分かってんだから。ええ家の場所分かってんだから何だと思ってんの。いや、犯罪者だと思ってんの。いや、同業なんで別に来てもね、いいですし。ひょっとしたらそこでたこ焼き食べて好きになっちゃったとか、そういう可能性もあるからね。そうだよ。何がきっかけで、何を好きなのか分かんないからね、ここ。でも前一回やったたこ焼きの時は、だいぶ前、2018年とか。ああ、そんな前なんだ。18年、ぐらいだったと思うんですけど、もうその時すでになんか、まあちょっと気になってるみたいな感じのはなんとなくふわっとは聞いてたんですよ。聞いてたんだ。でもそれが本当なのかなのか分かんないんですよ。何十八年か、6年前とか。そっか。はあ、別に連絡先知らない、あ、連絡知らないんだ。はい、聞いてないというか、聞かれてもないし。でもまあ推しなんでしょうね、じゃあ。推しなんだよ、これ。僕とアッコさんみたいな関係。推しなんですか？推しです。どちら側が僕がですね。もう一方的に。もちろん、もちろん。好きだからね。はい。一方的に好きだから。ライブ行かれましたよね。行きました。でも、花さんは言ったもんね、アッコさんにね。言った。推しです。思いの丈を。思いの丈を言ったの。で、誕生、だいぶ10年ぐらい前だよね。和太鼓さんの誕生日パーティーの時に、好きなんですって言って、で、みんな、こう、行け行けみたいな、お前、チューしろみたいな感じで、サマーズさんとか行った時に、スリッパに叩かれたんですけど、僕は。気持ち悪いっつって。ゴキブリみたいな。ひどい。本当はそんなおちゃらけてやりたくなかったんですよね、アナさんは。真剣に。ただ、おちゃらけなかったらシャレにならなかった。そうですよね。どうしたらよかった、本当にされたら。ご家庭ありますから三村さんにね、押されてね。キスしろ。今いけるいけるとかっつって言われて。キスされてたらされてたで、俺どうしたら。本当はそんなふざけたくなかったのにね。じゃ、でももう、推しだってことですね。推し。あっこさん。昨日ね。またライスのジン君とね。最近。好きだな。俺、ライスのジン君なんかいいから、最近。もう親友だから。向こうも。毎週行ってんの？どこ何か。ライブとかに。で、向こうもなんかラジオで、
花輪さんと親友になったみたいなお話をしてくれたから俺も全部聞いてたの。うん、したらあの関町がさ、はい、ライスの、うん、あいつが面白いんだよね。なんかこう、うん、なんでそんなに花輪さんのこと好きになったの。いや花輪さんは、うん、あの信用できる人です。なぜならば花輪さんが普段付き合ってるのが菅野智之とか、うん、なんでそういうなんか売れてない芸人と、うん、にもちゃんと付き合ってるってことは信用できるって俺は思うんだって言ったの。うん、さあ関町が、うん、自分より立場の弱いやつ置いてるだけじゃねえかって。そういうやつだよ花輪さんは。なんだこの一言で一言で言い表しましたね。見抜くんじゃねえよこの関町やるなと思いながらさ、その通りだからね、うん、聞いてたんだけど花輪さん周りにいる人みんなそうだからね、うん、そうだからさ、なんだこいつすごい鋭いな一言で見抜きましたね、うん、思ったんだけど、うん、それでまあ仁くんとご飯また行こうよって話してて、うん、何かを見に行くっていうのをじゃあ決めようと、うん、でまあ一番最初はクロマニヨンズのライブ、うん、で次は、和田アキ子さんのコンサート、うん、ホールコンサートで今回は、和賀本舗の食べはじめさんってわかりますよね、うん、食べさんが、大江戸和母っていう、うん、和賀本舗のこの何こう下の若手を育てるための、うんうん劇団みたいのを10年前に、うん、立ち上げて、うん、それの10周年 の、うん、あのライブがあるっていうので、うん、それであの漫才協会にうぐいす餅って言って、うん、50代の女性のコンビがいるのね、うん、あの人は母なんだ。で、あの、母じゃないんだけど、うん、食べはじめさんってさやっぱり50代のさ、うん、おばちゃんとかがもう一生懸命やってるの大好きらしくて、うんうん、オーディションでもう食べさんにハマって、うん、受かって、うん、で今度ねあの和賀本舗の食べさんのライブに、うん、ちょっとまだ入ってはないんだけどゲストでなるほどあの出るんですよって、うん、だからなんか見に来てくださいよ花さんって楽屋で言われたから、うん、なんか食べさんも招待するって言ってましたからって言ったから、うん、あじゃあ行こうかなと思って一、うん、人で行く予定だったんだけど、うん、場所があの大田区の大森っていう場所だったのね、うん、で大田区って言えばあの仁くん蒲田だなそうだねもう常に仁くんのことで頭いっぱいから蒲田だと思って、うん、すぐ浮かんだんだ、うん、大田区って言ったら近いから、うんうん、1キロぐらいだから、うん、で仁くんに LINE したら行きますって言ったら、うん、行きますとすぐ帰ってきて、うん、もう暇ですその日空いてます、うん、でめちゃくちゃ家から近いです、うん、でうぐいす餅にもう1枚招待できるさできましたって、うん、あの終わった昨日行ったの、うん、でラジオショーが3時半に終わったから、うんまあ、4時半ぐらいにはもう大森について、うん、そこで仁くんとこう待ち合わせして、うん、7時からだったからちょっと空いちゃうよねって話して、うん、ご飯食べようかっつってなんかラーメンでも食べようっつってラーメン入って、うんうんまあ、ラーメン屋さんだからすぐ終わるじゃないですか、うん、で2時間ぐらいやっぱまだあったから、うん、どうするって言った時になんかラーメンを食べる時に、うん、俺と仁くんが気になったコンセプトカフェがあったの、うんそれがなんかもう地獄一丁目っていうなんかコンセプトカフェってあって、うん、で女の子がなんかこうなんつうのかなこう悪魔の悪魔、うん、地獄のメイクしててこうやってなんか来てくださいみたいなことをあの下でやってる子がいたらなんかあの黒いなんか鬼の衣装みたいなの着てでちょっとあそこ面白いよねって話してたのでラーメン食った時にどうするあそこ行くかって行きましょううん、行くしかないでしょ花さんって思って、うん、でちょっとあの面白いじゃあまず入り方しようって言って、うん、普通なんかこのああいうとこ行ったらさえこれいくらなんですかとか、うん、これ女の子何人いるのとか普通聞いて入るじゃないですか、うん、もう俺そういうの一切やらないで、うん、一目散でその店に入るからってあんまりいないじゃんああいう店にこう当たり前みたいに入るから常連じゃないのに常連じゃないのに当たり前みたいに入るから見ててって言ったらどういうことですかみたいなでラーメン食い終わった後にすぐ横にそのコンカフェがあったからお疲れ様です普通に店入ってきたらお疲れ様ですって言ったのだから女の子はえ何よこの人たちみたいなえなっててで行ったらなんかカウンターの時刻一丁目みたいな、うん、こう初めて行ったの俺、うん、コンセプトカフェ行ったことある、うん、ああいうとこいやないですねそしたらさ、うん、その子が、ま、上まで来てくれて、うん、ありがとうございますみたいな初めてですかと初めてですとかって言って、うん、だけど明らかに、うん、あのベテランじゃないなっていう子だったねわかるねその受け答えで、うん、それでその横に多分トップクラスの、うん子がいるんだよ。まあ、あの、接客でわかるんだよ。向こうでやってんの。その子はわかるんだけど、うん、多分その子のファンの人が、
あの、お客さんで太客みたいな人がいるんだけど、うん、まず入った瞬間にその太客の人がカラオケで歌を歌ってんだけど、うん、吉幾三の酒王を歌ってんだよ、うん。なんかもう全然地獄って感じがしないんだよ。うん、普通にカラオケがある。うん、そうそう、うん。なんかヘビメタとかさ、うん、そうやったらわかるじゃん。なんか地獄の曲みたいなさ。なんかそう面白いなと思って、うん、で、その、俺についた女の子みたいな、ね、うん、人がこうやって、あの、初めてですかと、初めてです。つって、うん、あ、間違えた。あの、なんだっけなとかって言ってるの、地獄に落ちましたか言い直したの、なるほどなるほど、あ、なんかまだ、ね、地獄に落ちましたか、まだ慣れてないんだよ、え、それだ、うん、何の代わりがそれなの、地獄に落ちましたか、だからこの店に入ることが、うんうん、地獄に落ちましたねっていう、はい、地獄に落ちるのは初めてですかっていうことなの、それでだけどさ、なんか思いっきり階段登ってきてるから、うん、どっちかっていうとなんか登ってきたんだけどねみたいな、だから、地下だったら、落ちたって感じがするんだけどね、したら、うん、あ、初めて言われました。やばい。ちょっとマニュアルから外れたら。初めて言われました。出ちゃうな。したらなんかもう一人なんか、来たんだけど、うん、ヘルプみたいな感じで、うん、よっしゃいませーとかって来て、うん、それで、その子もなんかあんまり、どうやら、うん、慣れてない感じで、二人で、なんかどうやんだっけとかってやりながらやってる、それも面白いなと思って、試しで、これですとかってさ、うん、なんか60分、なんか、2500Hz ですとかって書いてあって、うん、ヘルって何、何怖いんだけど、みたいなさ、うん、あ、円です。それ早いよ、言うの。早いなぁ。え、で、これ、1Hz100円とか、うん、そういうことなんじゃないのしたら、うん、またなんか二人で、うん、どうだったっけとか言ってるの。いや、そこは分かってくれるんで、うん、同じです。円と同じです。とか言ってんの。面白いよね。コンセプトからすごい全然入ってないじゃん。出ちゃうな。全然入ってないの。設定が全然入りきってないじゃん。それでさ、その後に来たやつが、はい、これ大丈夫だよね。あの、2500円以上取られないよね。したら、うん、あ、取られないにゃー。あ、とかってやってんの。ね、にゃーとか今言ってなかったっすか、うん、すいません、うん。ちょっと、つい、あの、先日まで、あの、にゃんにゃん系のコンセプトから。前のお店のやつが。前の、抜けちゃった。抜けてない。抜けてないんや、とか。抜けてないんや。抜けてないんやじゃなくて、いや、今もう地獄一丁目だから、うん、それもう、抜かさなきゃダメなんじゃないのみたいな。あ、うん、すいませんにゃ、すいませんにゃとか言ってんで、本当に、全然抜けてないの。地獄の語尾は何なの、地獄の人で。地獄の語尾も、うん、あった方がいいよ。うん、なかったから。うん、それ俺も仁君も、やっぱり、うん、クリエイティブな二人だから、俺たちも。まあ、うん、それはやっぱりさ、はい、芸人として。気になるよね。気になる、うん、ないのって言ったら何もない。ですとか言うから、うんうんうん、あ、そのですを、うんうんうん、もう地獄のですにしたらいいんじゃないかみたいなことだったら、うん、初めてそんなこと言ってくれて初めてです。ですとかっていうか、今のですも、あ、なんとかですみたいな感じでちょっと面白かったの思い出。ですは変わんないんだ。ですね。言い方は変わんないけどね。言い方は変わんないんだけど、表記だけ。表記だけ変わった。DETH ですですね。うん、っていうことね。ちょっと、うん、あ、そうです、うん、みたいな。あ、そのですも、さ、その地獄のですね、みたいな。うるさいな。DETH。うんうん。言ってて、うん、なんかまあ、お酒は飲めないから、うん、ソフトドリンク、うん、飲み放題で、2500円だったんだけど、うん、そのソフトドリンクの表を見せてって言ったら、まあ、コーラ。とか、うん、ウーロン茶とかだから、これ普通じゃんみたいな、なんか地獄ドリンクみたいの、うん、こっちはあると思ってんだけどみたいなしたら、またなんか一回裏に戻って、うん、あ、なんかあったっけみたいな言ってんだって、何なのこれ、二人みたいな、で、も持ってきたら、なんか地獄ドリンクみたいなのやつ、表があったみたいで、ちゃんと、うん、で持ってきたんだけど、と、なんだ、桃源郷とか、なんかこう、悲願とか、なんかそういうなんか飲み物みたいなのあるんだよ。じゃあこれにしようかな、みたいな、悲願みたいにしようかな、したら、なんかトマトジュースとオレンジジュースのなんかジュース。で、ジン君は桃源郷って言って、なんかウーロン茶とピーチのやつ、ジュースを頼んだらさ、もうすっげえ遅いのよ。全然出てこないの。で、なんか隣のスーパーに、これトマトジュースが入ってないかっていうぐらい遅くて。で、やっと持ってきたら、うん、なんかその、俺は、うん、なんつうのかな、あの、ビーカーみたいなやつに入ってんのね。うん、で、ジン君は、うん、あの、なんだろう、顕微管みたいな、なんかある、なんかあるじゃん。こう、実験するときの三角の。細長いやつ？あ、三角フラスコか。フラスコ。フラスコに、入ってんのよ。うん、それで、
その地獄と関係あんのかなみたいな。なんて人体実験的な。そうですね。なんか、これは何なのみたいな。したら、いや、何なんですかねこれみたいな。またなんか言ってて。なんか、前あれだったかな、なんかナースのやつだったか残ってんのかなって。ナースのコンカフェの小道具が残ってんの。それで、なんかさ、白いさ、うん、丸いさ、なんか、チーズみたいな俺なんか入ってるから、うん、これ何って言ったら、うん、あ、これグミです。って言ったら、違う目ん玉でしょとかつって。あ、それごめんなさい、目ん玉です。目玉入りか。そこだけはなんかすごい注意されてる、ね。目玉グミか。目玉グミが入ってて。なるほど。それして、あの、ジン君だけ、なんか、その目玉グミだけ、この、なんか、もらったの。直接もらったの。で、なんでこれ、いや、そのフラスコ、だから、入らないから。入らないから。入り口狭いから、ね。入り口狭いから、つって、そういう、それ何なのみたいなさ。で、フラスコに入れちゃったらダメだよね。多分、取れないんで入れないってか絶対スポンと入れないでくださいみたいな。取れなく掃除するとき大変なんだよみたいな感じで、なんかただつまんで、目玉やってんだけどさ。それで、その、なんかカオスだったのが、その横に、なんか、こう、よくドーナツみたいなライトの、あるじゃない、光るやつ。あ、照明ですか？照明。はい、あの、丸い、女の子の肌綺麗になるような、はい、撮影の時に。撮影に置いて あるから、これ何なのって言って、ここで、俺たちがなんか、いやあるの、お客さんにやるの、あ、違いますって言って、ここで、なんかあの、配信やってるんで、とかって。お店の中で？お店の中で。そしたらさ、こっちでさ、飲んでんのに、なんかもう一人の、なんか女の子が普通に、なんかやってええですかって。やってんの。で、そも面白いなと思って、そしたら、なんか、30分で、女性が、変わってきたんだけど、で、いよいよその、さっき接客していた女の子が来たら、もうその子が、もう、顔のピアスとかもすごくて、もう鬼っぽいわけよ。で、もうその子は完璧だった。今日はなんで地獄に落ちたんですかとかってちゃんと言って、私は、メズコです。メズコ。メズコ。馬の何とかの子で、ネズコじゃなくて、メズコですよ。つって、もう完璧にこう、メイクも。メイクしてて、もうその子はやっぱりすごかったね。ちゃんと地獄のなんか設定みたいなのが。分かってた。分かってたね。全員分かってないのがもうおかしいけどね。そのなんか、コンセプトカフェのコンセプトがもう緩いわけでしょ、だから。緩い。ね。うん。それで、あと地獄って何その設定。地獄って、そのナースとかだったら分かるね。なんか、行く人の気持ち分かるね。なんか。ね、そのあと猫とか。猫とかって分かるよね。分かる。地獄と。地獄は確かに難しいよ。こっちもなんか。きついですよね。すごく。鬼みたいな、そのなんかもう雷様みたいな格好してるとかってわけじゃない。鬼の角は。鬼の角はあるんですよ。してる。あった。だけど、なんか、ピアスつけてる人が多かったの。で、なんでって言ったら、他のコンセプトカフェだと、あんまり顔にピアスをつけすぎちゃうと、なんか、イメージ。雇ってもらえないらしいんで。だけど、なんか地獄カフェだけはすごく採用してくれるらしいのね。なんか地獄っぽいから。だから、すごい、なんかピアスの人が多かったんだけど、鼻に。他のとこで働けない。そうそうそう。ピアスの人が。だからもう最後、なんかもう普通に、普通に喋ってたけどね、何やってんの普段って。だから、SM チックな設定とかね、そういうのがあるんだったらわかるけど、そこだから地獄の、もう使いなわけでしょ。だからもうなんか、労働させられるぐらいの。感じだったらわかるけど。何の罪を犯したんだい普通にだって、お客さんとして、接客されてるんだもんね。そしたらなんか、ファイルみたいのを、そのベテラン社が持ってきてくれて、一応これに全部書いてあるんで、とかって言ったら。マニュアル？マニュアル。なんつうのかな、書いてあったのが、プロフィールが書いてあって、その、一人一人の。だから、人間界で言うと、何歳ですとかって言うんだけど、ちょこちょこ、なんか、爪が甘くて、なんか、二億歳とか書いてあるの。だけど、尊敬する人物、聖徳太子とか、こいつ時系列全然わかんない。聖徳太子は2億年ぐらい前の人。2億歳の範囲には入ってるけどね。入ってるけど、そうだね。聖徳太子見ましたし。2億年生きてきて聖徳太子、普通に尊敬するんだ。す
すごい。2億年生きても聖徳太子は刺さるんだね。で、人間界ではっていうのがポイントで、うん、人間界では何やってるかとかっていうのが、うん、まあ、だいたいその人じゃん。だ大学生ですとかって。なるほど。そういうのは一応書いてある。書いてあるから、大丈夫、大学行ったら。いや、ま、人間界のね、今、通信で、私もね、もうすぐ卒業をね、できるんですけどもね、ま、オンラインでね、人間界でやってますけど、みたいな。人間界で言えばね。リアルすぎる、ね。で、YouTube が、人間界の YouTube が好きで、心霊系が好きで、とか、うん、誰が好きなの、デニーズの、とか、デニスじゃないとか、デニス、デニスとか、とか。なんか、やっぱり女の分かってないんだよね。で、俺たちのこと、知ってます、うん、そしたら、なんとなく、はい、わかりますけど、なんか、なんかやっぱり、なんか芸能人の方ですかとか、まあ一応、うん、あ、初めて来ました、とかって、なんか最後結構盛り上がってたけどね。それで、なんか、このファイル、うん、注意事項に、うん、なんか連絡先聞いちゃいけないとか、いろいろ書いたんだけど、薬物の人はお断りって書いてあったから、うん、まあ、やっぱりこう、ボケなきゃなと思って、うん、え、ジン君これ薬物ダメなんだって、うんうん、とかって言ったら、うん、すっげー引いちゃって。なんか芸能人の人だから、うん、あるんじゃないかって。あるんじゃないかって思っちゃったみたいです。で、それを俺察したから、うん、まあ今ちょっと肩痛めてね、ロキソニンをね、飲んじゃいけないのかな、とかって言ったら、もう、そのギャグのセンスにも引いちゃって、うん、で、ジン君も、山さんやばいっすよ、マジで超ヤジみたいな。そう、若い子にはもう、全然刺さなかった。刺さった。逃げるように、それ最後見せる。マジで地獄じゃないですか。地獄。ね、うん、それが一番地獄だ。地獄、うん。あんのかな、他に地獄コンセプトの格好。地獄コンセプトはね、あんまないって言ってた。でね、また来て。なんで地獄にしようと思ったのかね。来てくださいとかって言ってて、なんでって言ったら、実は今度、系列店と売上対決があって、そこがちょっと今苦しいんで、とかですね。その系列店が、にゃんにゃんにゃんと猫系なのよ。絶対お前系列店から来てるだろ。なるほどね。地獄に落ちたのその子じゃないですか。地獄に落ちてる。ええー。それで、まあ、地獄一丁目のカフェを、まあ、6時半ぐらいに、もう出て、うん、で、大森の、その、駅のすぐ近くに、シアターなんとかっていうとこあって、わが本舗の、興行を見に行ったら、うん、俺もなんかもらってたチラシをちゃんと見てなかったんだけど、うん、まさかの地獄だったのよ、うん、劇団の設定が、うん、今回のお芝居の設定が地獄だったの、地獄歌謡祭とかって、うん、すごい、すごくないか、うんうん、でもう閻魔大王が出てきて、閻魔大王だとかって、うん、さっき地獄見たのに今度また地獄でさ一日二回地獄コンセプト。だからね。一軒目の地獄はどうかも、どうかと思うけどね。うん、すごい。ゆるい地獄だけど。ゆるい地獄。で、徳川家康、豊臣秀吉、織田信長が地獄に落ちたっていうなんか設定で、そこでなんか知んないけど歌をみんなで歌って、なんか歌謡祭をやるみたいな、食べ始めさんが、演出して、うん、まああんまりね、昨日初日だったから、うん、まだなんかやるって言ってたけど、まあ、すごかったよ、ほんと。70人ぐらいの小屋で、うん、ステージがさ、あんま大きくないんだけど、うん、出演者がさ、25人ぐらいいんだよ。で、25人ぐらい全員、舞台立つ時もあるんだよ。すごくないか、熱気が。すごかったな。ウグイスモチも普通に役者として出てるってこと？ネタをやるとかっていうの感じじゃないんだもん、完全に。まあ、歌合戦だね。やっぱ食べ始めさんがよくこう、洋楽を邦楽で歌うみたいな、よくそういうの好きじゃん。もうまさにそれが、全部でもう50曲以上は。すごい。歌ったの。そういう設定で歌を見せていくっていう感じ、ね、その設定はなんか、閻魔大王が、1年、うん、毎日歌合戦を秀吉、家康、信長でやったら、うん、人間界に戻してやるみたいな設定で、うん、ただ1年は長いのでせめて1ヶ月にしてくれませんかとかって言って、うん、でじゃあ30日、うん、毎日歌合戦だとかっつって、うん、始まるわけ、うん、それで1日目はなんとか歌合戦だとかっつってさ、もうよくわかんないんだけど、それで信長、まずは信長チームとかっつって、うん、なんか普通になんかみんなでカラオケみたいに歌って、うわーっつって次は家康チーム。地獄の住人な、みんな。地獄の住人な感じで、それでまあそれがショーになってんだけど、終わんね。それで、この、
大体2時間ぐらい経ってさ、ちょっと長いなってやっぱ俺は思ったね。すっごいなんか30日全部やるのかなみたいなさ。そしたらなんかやっぱ飛ばしてたから、途中、なんか安定になって、続いて8日目の体験さ、ああ、やっぱ飛ばすんだと思ってて、で結構もう終盤ぐらいかなと思って、安定になった時に、さあ、いよいよ15日目って言った時に、まだ15日目か。地獄カラオケ大会長いな、みたいな。最初ね、最初1年つってたから。うん。1ヶ月です。9時40分ぐらいに終わりましたね。へぇ、結構ボリュームがあるね。ボリュームで。でも、食べ始めさんに終わった後、あれ全部、あれなんですかって言って、昔我がでやってたやつを、やったんですかって聞いたら、いや、ほとんど新ネタだって言ってたから、70何歳で、ほんの2時間40分全部自分で考えてやってるってすごかったなと思って。すごいですね。面白かったよ。うぐいす餅みたいな感じで、みんな、わははじゃないけど、ゲストで出てるみたいな人たちなのかな。それとももう、わははの、もう劇団員さんが。劇団員の人半分ぐらいだね。ああ、そんな感じなんだ。うん、だと、はなんかこう、とにかくオーディションでやっぱ入った人とかだったっつって、一番なんかすごい人が、結構有名なボイストレーナーの人が、とにかく出たいっつって応募してきて、初めにちょっとその自己紹介、会場をしてる時にずっと舞台で30分前からこの一人一人の紹介をお客さんにしてるのね、開演前に。それですっごい狭い劇場だから、なんていうのかな、絶対舞台を通んないと客席に行けないのよ。後から来た人は。それもよくわかんないんだけど、ドア入るじゃん。で、もうなんかお客さんがもう座ってるから。舞台を通るの？舞台を通ってしかお客、行けないの。もう後から来た人が。入り口が舞台にあんの？舞台が。で、お客さんの客席にないってことね。客席に入り口がないの。で、舞台がもうすぐ舞台だから。だから、俺が6時40分ぐらい行ったらもうなんかその、30人ぐらいが舞台立ってて、なんか自己紹介してるときに、あ、すいません、ここから通ってくださいって言って、なんか舞台通って、なんか、すいませんとかって通って行ったんだけど、その時になんかいろいろ紹介してて、で、実はこの人はボイストレーナーやってて、本当すごい歌手で、めちゃくちゃすごい人なんですけど、今回このあれになぜか応募してきたって言って、なんか女性の方が、まあ、結構僕と同じぐらいの年の、ね、方とかいて、もうその人がもう歌歌ったりとか、あとなんか17歳のなんか女の子が、もう入ってて、なんかそのすっごい笑顔で歌歌ってとか、もうなんかめちゃくちゃ面白くて、やっぱりなんか17歳の女の子は入ったの？は入ったのかな、だから、まあ、その、多分それのファンで、それがもう伝わって、そやってて、もう本公演とかでずっと見てて、見てて、もうさ、ファンになって、入ったんだね。多分世界にね、一人か二人しかいないんだろうけど、もうニッコニコで、なんか、歌ってんだよね、50代の人とかと、混ざってさ、すごいっすね。そう、でも、もう、なんかわけわかんなくて面白かったよ。で、最後さ、なんかもう、25人ぐらいがさ、やーやーやーをさ、フルで全力で歌うんだよ。もうわけわかんなすぎて。すごい。もう、ま、一曲まるまるだよ。へぇ、今からそいつを殴りに行こうかって、家康ももう、なんか、もう一緒になって、いやーやーやーつって、お客さん60人がいて、それで、で、なんか、こっちも、なんか、いやーって言わなきゃいけなかったの。で、いやーって全員で、100人ぐらい全員で、いやーいやーっつって。うわーそれグランドフィナーレ。グランドフィナーレ。すごい。意味がわかんないんで、まず。すごい。勝ちて意味わかんなかった、あれ。面白いっす。盛り上がったんだね、盛り上がった。一番ね、笑ったのがね、なんかね、ちょっとね、プログラム見たときにね、なんか、よくわかんないよね。シェフ米山さんってよくわかんないんだけど、はい、多分おそらく芸人さんじゃないと思うんですよ、このシェフ米山さんって、多分ご飯とかを多分作る本当にシェフってこと方なんですけど、うん、多分多部さんが多分こうなんかこの人を何かやらせることが、多分好きなんだと思うんだよね。でなんか、俺もう死ぬほど笑ったんだけど、ラブストーリーは突然にってあんじゃん。あれをこの
シェフ米山さんが、うん、マロの格好を、なんかさせられて、うん、マロ、うん、マロみたいな格好をさせ、平安貴族みたいな。平安貴族。平安とか、うん、なんとかマロですとかって、なんか全然セリフ入ってないの、なんかやらされてるから。うん、それでなんか、短冊みたいのをこうやって持って、うん、なんか、何から伝えればいいのかとかって、なんか無理やり歌、書きながら歌ってる。書きながら歌うんだけど、うん、何にも書いてないんだけど、うん、書いたふりして歌うんだけど、うん、それがもう、全然途中から音がずれちゃって、うんうん、もうなんか、まあまあとかもうなんか全然違う。なんか1番と2番がずれちゃうぐらいになっちゃって、うんうん、それがなんかもうすっごい面白くて、うん、で、これは多分狙ってできないから、うん、会場も多分その日一番受けてたから、あの人、だからもう一人ずつそのネタで、なんかこう、クセスゴとか、だからそういう、ああ、そうそうそう。ネタ番組、ショートネタとかで、いけるかもしれないって感じ。だから、すごいね。それを全部、俺、多部さん考えた。多部さんってやっぱすごいなと思った。あんまり言うと、だからジュジヨングの見せられての時にさ、なんか、着物着たさ、なんか、桶を持ったさ、なんか旅館の女将みたいな、桶を持った人が、フローケにドライアイスいっぱい詰めて、うん、でりりりりりりとかしてさ、見せられての後ろで全部そのオケ持った人たちがさ、とにかくあの上のオケからじゃ煙が出て、煙が出て演出するみたいなことなんだろうけど、それがやっぱりシュールすぎて、もうめっちゃ面白いのよ。で、そういうのがもう40分連発ぐらいあるの。だから、テレビでもすぐできるような、結構なんだ、アイデアとしては、多部さんってやっぱ天才だなって。で、仮想大賞もやってるから、ね。仮想大賞。だから、まさに、金ちゃんの仮想大賞。そうだね。が40連発みたいな。仮想大賞のショートネタ、シリーズみたいな感じ。その全部紹介するためのパッケージなんだ。パッケージ。地獄歌合戦が。地獄歌合戦が。それがね、すっごい面白くて。なるほど。だから、面白かった。さすがだね。さすがだった。いろんな方出られてる、ね。勉強になりましたね。この子17歳だろうなって子もいるね、とか。いますよ。ね。満面の笑みでいるすごい。いや、ほんと17歳ですよ。この子がさ、じゃんもうこの子が最後、いやーいやーってやった時、俺も何入ってんのこれ。泣きそうになっちゃったのかもしんないけど。これ何なのこれみたいな。だってほんと現役高校生って感じですよね。子役の宣材写真みたいな。わかんないじゃん。いるよ。それでなんか、ね、とにかく長いから、終わった後は、出待ちとか、そういうので、もう、体感時間を絶対10時までに全員体感しなきゃいけないから、もう、何もできませんっつって、演者に何かある人は大森駅の駅前で待ち合わせしてる。珍しい。珍しい。もう、会場の周りでは集まんない。集まんないってことで、怒られちゃうから。駅前で集まってくる。もう最高な。わけがわかんない。わけがわかんなかったけど、なんか食べ始めワールドですね。大盛りにあったんだね。そういう、ちょっと、TWL みたいだよね、その中。TWL、それはね、やっぱり。舞台を通っていかなきゃ客席行かないと。地下だからね。ね。地下だからやっぱり地獄だから。地獄。地獄ぽかったよ。そう、コンカフェはでもたまたまなんだね。コンカフェたまたまだよ。隣でやっててすごいよね。行ったのかな劇団員さんは行ったのかななんか地獄演じるからさ。その前に一回やっぱ気持ち作りに行ってる人とかいないの劇団員あそこは聞いてなかったけどな。ね、その近くでやってた。あとなんか大衆演劇かなんかの、ちょっと僕は知らなかったんだけど、有名な歌手みたいな人が一人ゲストで来てたの、昨日ね。特別ゲストみたいな。その時に、なんか8匹来た多分ファンの人たちがいっぱいいたんだけど、もうなんだろう、折り紙に小銭みたいのを入れておひねりやるんだけど、昔ながらのおひねりの仕方だね。その人が歌った時にもう信じられないぐらいおひねりが飛んで、なんかそれで超押して、ゴミ箱みたいに持ってきておひねり入れるんだけども、足りないぐらいなっちゃって、そうそうそう。あれもすごかった。なんかすごかった。いろいろ。全部なんか満載に入ってるから。なるほど。うん。ね、地獄歌謡祭、天下分け目の歌合戦。まだやってますね。山王フォレスト大森シアターでやってますんでね。よかったら見てください。ネザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。2時台はザ・ゲストショー。今日は TIM のお二人が来てくれます。ありがとうございます。ということで、メールテーマ発表します。今日募集するメールテーマはこちら。好きな漢字。rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で
X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツザラジオショー。7月13日土曜日からの3日間はスペシャルイベント、日本放送開局70周年、有楽町笑顔にナーレステーションを開催。有楽町の日本放送本社と JR 有楽町駅前広場で番組の公開生放送やイベントなどを実施します。詳しくは日本放送のホームページで。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。夫が残した古いカメラをカメラの北村で売ろうとしたら、待ってくれ。天から夫の声が。北村は時計やブランド品も売れるから一緒に売りなさい。え？僕があげたものも気にせず。そんな。電話は 0120-157-999。 もう一度。 157-999。 出張買取はカメラの北村ね。過払い金の確認は 0120-999。 中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10。 チェックします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わず、いろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。今週も芸人さんのネタを見ていこうと思います。スタジオの我々は動画でリスナーの皆さんを耳でお楽しみください。後ほど番組 X に動画をアップするのでぜひご覧ください、そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。それでは早速ネタを紹介します、こちらの方です、どうぞ。お昼にすみません、下町ミュースター。最悪、まさか浮気されてるなんて思わなかった。浮気のポケットにラブホのポイントカード入れとくなんてどういうつもりなの。まなみちゃん、確かに女の子と二人でラブホには行った。もう証拠もあるしそれは認める。でもこれだけは信じてほしいんだけど、俺やましいことは一切やってないから。そんなわけないじゃん。男女がラブホに行ってやましいことないわけないでしょ。いや本当に信じて。信じらんない。俺合体しただけだから。確かに流れで合体はしちゃったけど。何？合体以上のことは何にもしてないから。ちょっと。え？今何つった？いやだから女の子と二人でラブホー入って、その後流れで合体はしちゃったけど。やってんじゃねえかよ。え？あんたやることやってんじゃねえかよ。聞こえてる？聞こえてるよ。いや俺やましいことやってない。うん、合体しただけ。やってんだよそれ。は？いやあんた何考えてんの本当に。いや私さ、キスしちゃったとかだったら最悪許そうと思ってたんだよ。キスなんかするわけないじゃん。どういうつもりだよ。キスは浮気じゃん。お前倫理観どうなってんだよ。キスとかはしてないんだって。合体しただけだから。いやキスしとけよ。合体じゃなくてキスしとけよ。もう何考えてんの本当に。合体って浮気に入るの？当たり前じゃん。すごいね。いいね。お昼にすいませんだね。すごいね。ネタだね。面白いね。下町ミュンスター。コンビ歴も1年。やっぱりロバコいいですよね。趣味が大相撲かっこタゴの裏部屋ひいきって書いてある。芸歴16年ロバコちゃん。で ロパコですね。あ、ロパコちゃん。はい、あ、もうダメだ。老眼で、ね、ロパコ。ロパコです。はい。サンミュージックですね。あ、サンミュージックは、ね、はい。大体もサンミュージック。10秒で力士の絵を描けるらしいよ。すごいじゃん。早っ。ロパコさん、ね、いいね。ね。そして、岩佐。は18年。芸歴18年で。そうですね。こちら、はじめまして、ネタだけの関係、プラトニックコンビの下町ミュンスターです。僕たちのネタでムラムラしてください。
あ、プラトニックコンビなんだ。いいね。付き合ってるわけじゃないというね。ムラムラ系 YouTube とかね、なんかやったらいい、いいよね。こういうの好きですよね。ね、うん、思い出の劇場がベース吉本、うん、藤原さんをはじめとした憧れの芸人さんが出ていた劇場なので、うん、オーディションで初めて出入りした時は感動しました、うん、入って左側の奥に狭い稽古場があったのですが、うん、挨拶ができていない同期がある先輩にそこへ連れ込まれ、そのまま戻ってこなくなりました。今思えば処刑場だったなと。これはもう都市伝説ですよ、ね。挨拶しなかった。ベース吉本。怖いです。すごい。なんでこんなこと、もう終わっちゃったんだ。2010年に。ベース吉本で昔のやつなんですね。サンミュージックで後輩でお会いしたことはあるんですか？はい、あります、ご挨拶。北町ミュージック。はい。コンビはあれだけ、芸歴は結構2人とも長いんですね。そうですね。18年って、だって結構ですよね。うん、やってる2人。ね、うん、うん。面白いですよね、またね。ね、キスはしなければ浮気じゃないっていう。合体してる。合体は、合体は大丈夫です、うん。キスは浮気なんですね。流行るかもしれない。倫理観どうなってる。今週は以上になります。皆さんも好みの劇場が見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。続いてアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。ここで神奈川千葉で6つの式場を展開している、創業36年家族葬のファミリーホールからのお知らせです。ファミリーホールが運営するファミリークラブ、入会金1万円でご入会していただくと10年間有効で葬儀基本料金の割引などさまざまな会員様の特典サービスが受けられるお得な会員制度なのです。この度5月より千葉県柏市にファミリーホール柏をオープンしました。記念として8月末までにラジオを聞いたよと、このファミリークラブ漢字なんですけど、はい、漢字ってなんか好きな感じ、好きな感じ、うん、森、はい、あの木が3つ並んでいる森、はい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 、なんかすごく、うん、もう山を見るとその森っていう感じがね浮かんでくるし、すごくあの自然を表してるし、確かに分かりやすいです、分かりやすいし、木をいっぱい描いて森っていうのね、はい、なるほど、森林、あ、森いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとう。キャッチ、さすがナノキャッチフィルターです。
網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めは amidoman.net で。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュース、ニュースデスク、後藤さんお願いします。はい、お伝えします。まずは電車の情報です。お伝えしていますように、JR 東日本によりますと、変電所の故障の影響で、東京駅と新宿駅の間の上下線で、中央線、快速電車は午前中から運転を見合わせています。運転再開は午後2時頃の見込みです。また合わせて運転を見合わせている中央総武線各駅停車も午後2時頃に運転を再開する見込みです。さて、今日開かれた大手電力会社9社の株主総会では、今年1月の能登半島地震で北陸電力志賀原発の一部施設が損傷したことを踏まえて、脱原発を求める提案が相次ぎましたが、9社ともすべての株主提案を否決しました。各社は原発が電力の安定供給や脱炭素につながることを理由に反対を表明し、株主提案を否決して総会は終了しました。このうち宮城県の女川原発2号機を9月頃に再稼働させる計画の東北電力の樋口康二郎社長は、再稼働を新たに生まれ変わる決意を込めて再出発と位置づけ、安全確保を最優先に取り組んでいくと述べました。一方、株主側は能登地震の知見を反映していない、見切り発車は許されないと主張しました。また、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力ホールディングスも十分な避難路の確保などを求められ、小早川智明社長は、安全確保を最優先に一つ一つの取り組みを着実に実施すると説明しました。次です。共同通信によりますと、北朝鮮は今日午前5時半ごろ、首都平壌付近から日本海側に向けて弾道ミサイルを発射しました。韓国軍が発表したもので、軍の関係者は、ミサイルは一発で日本海上の空中で爆発したと明らかにしました。このミサイルは音速の5倍以上の速度で飛ぶ、固体燃料式の極超音速ミサイルの可能性があるということです。極超音速ミサイルは一般的にそのスピードに加えて低い高度で変速軌道を取るため地上レーダーでの探知が難しいとされています。日本とアメリカ、それに韓国は新たな合同訓練を近く実施する計画で北朝鮮が牽制を狙った可能性があります。おしまいに、栃木県宇都宮市の60歳の男性会社員が特殊詐欺の被害で現金2800万円余りを騙し取られたことが分かりました。警察によりますと、今月12日までの1ヶ月間に実在する行政機関の個人情報保護委員会の職員を名乗る人物から男性の携帯電話に複数回連絡がありました。電話では個人情報に関する書類を1年分滞納している。裁判にしたくなければ示談金を払え、などと言われ、信じた男性は指定された口座に現金を振り込みました。別の手続きで男性が銀行を訪ねたところ、行員が不審な点に気づき、警察に通報したものです。この時間のニュースは以上です。後藤デスクでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は、安心財団 JA 全農他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ナイツ The Radio Show。はい、イーストキンさんという方がね、はい、昨日の地獄カフェのメズコさんという人が X をやってるらしくて、うん、それを書いてくれましたね、はいはい、門番終わり、いつもの人間様ありがとう、今日スタートとバタバタ、うん、なかなか話せなくてごめんね、
スタートドタバタで、このドタバタでなかなか話せなくてごめんね、うん、初めまして人間様も社会見学で地獄落ちしてくれてありがとん、うん、最後の救世主人間様感謝、うん、恐れ山気になる、明日17時からいまーつと書いてありました、うん、花さんは社会見学の一人だったんですね。社会見学なんだ、うん、あ、人間様の社会見学っていう設定なんだね、地獄によって。あ、そういうことか。あ、あ、じゃあそんなになんかひどいことされるとかないか、社会見学だから。そうだね。あ、その前の X でメズコがゲーセンのクレーンゲームで1万円で何体ゲットできるか実力を試したいと。かわいい、かわいい。それで人間の人間界のクレーンゲーム楽しんでるんだね。楽しんでメズコさんはだんだんちょっとハマってきましたね。なんかいいな、ちょっとやっぱりちょっとそういうのを聞くとコンセプトカフェって面白いよね。コンセプトはそういうのだよね。なんかやっぱりちょっとその設定に入った X とかそういうの見るとだんだん分かってきた、ね、だんだん分かってきた。あ、最初ちょっと説明で分かんなかったけど、そうですね、コンセプトカフェってそうだね。あとどういうのがあるのかね。何があるんですか ね、 ね、だ、まあ、メイドポイントサービス、冷蔵庫洗濯機などもお得に買い替え、ビッグカメラへご相談ください。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。メイプル超合金の安藤夏地獄の設定です。地獄の設定入っちゃうんですね。です2億歳です。2億歳です。聖徳太子と同期です。違うよ、同期、同期は違うよ、2億歳違いすぎでしょ。さあこの時間のお天気になっちゃん、お願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 28.8 度、湿度 67%、 東京地方は曇り、関東地方は晴れ間の出るところがありますが次第に雲が増えてくる見込みです。ところどころに雨雲や雷雲が湧くでしょう。最高気温は昨日より低いものの東京都心など30度以上のところが多く蒸し暑さが続きそうです。こまめな水分補給をして熱中症にならないようにご注意ください、うん、ちなみに地獄の天気は曇り、蒸し暑いので水分補給も忘れないように。一緒なんです、ね、いいね。以上、二時の天気を地獄一緒です。即戦力です。そうです、頑張ります、はい、地獄カフェの顔中にピアスして、はい、行きます。ピアスして、ね、はい、行きます。昨日のその和波本舗のやつで一個まだ面白いやつがあって、うん、はい、あの江原かな子さんって昔からいる劇団の人が、人生いろいろ島倉千代子のルービックキューブ揃いますっつって、歌1曲歌い切るまでルービックキューブやりますっつって、はい、人生いい色、まあ、色にかかってんだけどね、色色とかってやってんだけどさ、これを客席から見ててもさ、もう絶対だダメじゃんっていう感じなの。バラバラなんだ最初。それでどうすんのかなと思って男もいろいろとかつって、でもう終わっちゃうよってうわーって最後一面そう一面かい。あれ超面白かったね。一面かい、揃いましたって一面だったんだよね。すごい、もうジン君も初めてその日、うん、なんか黙ってたんだけど、うん、一面かいって言っちゃった。声出しちゃった、声出しちゃった、やっぱりツッコミだからジン君に、ね、あ, あれめっちゃ全然狙ってないんだよ。でもう他のお客さんはタクシーだけど、俺たちだけはもう一面かいってだってそんな長い振りがあって、そうだ、ね、最後ちゃんと全部やるのかなとか思うじゃないですか。もうちょっとなんか、ま、前段階のやつにしといて、うん、で、あ、そうだよね、そういうやつだった方がまだいいよね。一面かいはもう爆笑したよ、ね、すごいね。一面だけだったんだよね、本当に。あれ面白かったな、あれ狙ってたのかな。明日以降は全面揃うのか、うん、みたいなって言ってたからね。確かにそういうことなのかな。完成されるんですかね。